問題1問題1では、まず質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から一番いいものを一つ選んでください。では練習しましょう。 例男の人と女の人が話しています男の人はこの後まずどこに行きますかちょっと本屋に行ってくるねあじゃあ朝食用のパンを買ってきてくれないよく行く駅前のパン屋あそこまで行かなくていいよ遠いから ABC スーパーでいいよ普通のトースト用のパンでいいから 分かった。ああ、だからコンビニでもいいようんじゃあ帰りに寄るよ男の人はこの後まずどこに行きますか一番番いいものは2番です。回答用紙の問題1の例のところを見てください。 一番いいものは二番ですから。答えはこのように書きます。では始めます。一番。デパートで。女の人と店の人が話しています。女の人が見たいのは。 どの時計ですかすみませんその白い時計を見たいんですがこちらでしょうかいえ一番上のじゃなくて上から2段目のですはい小さいのと大きいのがありますがどちらでしょうか小さい方ですはいこちらですねありがとうございます

ここれからどこ行く本屋へ行かないそうねでもさっきデパートで買い物したら少し疲れちゃった服を選ぶのに2時間もかかったからねじゃあ喫茶店でコーヒーでも飲んでそれから本屋へ行こうかうんそうしようあそれから本屋へ行った後でスーパーにも行っていい 晩ご飯の材料を買いたいからうんいいよ二人はこれからどこへ行きますか三番。 レストランで店の人がお客さんに話しています。店に来たお客さんは、まず何をしなければなりませんかいらっしゃいませ。お二人様ですか大変申し訳ありません。ただいま席がいっぱいでして。こちらにお名前をお書きいただいてから、 あちらの椅子にお座りになってお待ちいただけますか席が空きましたらお名前をお呼びします店に来たお客さんはまず何をしなければなりませんか 4番学校で日本語の先生と男の留学生が話しています。男の留学生は来週の授業に何を持ってきますか来週は皆さんの家族について日本語で話してもらいます。ですので家族を紹介する作文を書いて 持ってきてください。わかりました。先生、家族の写真を持ってきてもいいですか。みんなに見てもらおうと思うんです。ええ、写真があるとわかりやすくていいですね。はい、じゃあ持ってきます。それから教科書は持ってきた方がいいですか。はい、あとで教科書も使いますから持ってきてください。わかりました。 男の留学生は来週の授業に何を持ってきますか5<番>電話で男の人が バスを予約しています男の人はどの席を予約しましたかはい桜バスでございますあのあさっての午前7時に東京へ行くバスを2人分予約したいんですがはいあさっての午前7時東京へ行くバスをお二人ですね席は隣がよろしいですかええ。 お願いします。あ、それから前の方の席がいいんですが。申し訳ありません。前の方だとお二人別々になるんですが。そうですか。じゃあ、後ろの席でお願いします。はい、かしこまりました。男の人はどの席を予約しましたか 6番女の人と男の人が話しています2人はどこへ旅行に行きますか今度の旅行だけどどこへ行くいろいろあるね僕はやっぱり体を動かせるのがいいな自転車に乗ったり山に登ったりえー私はもう少しゆっくりしたいから お寺に行ってみたいな。歴史の勉強もできるし。うーん、勉強か。それか、海はどう海なら僕が泳いでいる間に、君は海の近くを散歩できるよ。二人で行くのに違うことをするのそんなの変よ。分かったよ。じゃあ、今回は君の行きたいところへ行くよ。体を動かすのは一人でできるから。じゃあそうしよう。 2人はどこへ旅行に行きますか7番会社で男の人と女の人が話しています男の人は ボーナスをもらったらどうしますかもうすぐボーナスが出ますね。ええ、楽しみですね。私はボーナスが出たら服が買いたいです。欲しい服がたくさんあるんです。いいですね。田中さんは私は自分のためには使えません。もうすぐ子供が大学生になるし、貯金しなければなりませんので。若い頃は、 旅行に行ったり車に使ったりしたんですがそうですか男の人はボーナスをもらったらどうしますか 8番男の人と女の人が話しています女の人はいつどこへ行きますかえっと明日のパーティーですが午後8時に桜レストランに集まってくださいあすみませんお店の場所がよくわからないんですがそうですか少しわかりにくいですからねじゃあ お店の場所がわからない人は十五分前に桜駅に来てください駅から私と一緒に行きましょうありがとうございます駅の北の出口で待っていますねはい女の人はいつどこへ行きますか 問題2問題2ではまず質問を聞いてくださいその後問題用紙を見てください読む時間がありますそれから話を聞いて問題用紙の1から4の中から一番良いものを 一つ選んでくださいでは練習しましょうれ<ー>男の学生と女の学生が話しています女の学生はどうしてアルバイトを辞めましたか アルバイトやめたんだってうんお金は結構良かったんん、でしょう良、ん、かったよおかげで留学するためのお金もできたしじゃあなんで最近勉強の方が大変になってきちゃってそうなんだ「女の学生はどうして」 アルバイトを辞めましたか一番いいものは3番です。解答用紙の問題2の例のところを見てください。一番いいものは3番ですから答えはこのように書きます。では始めます。 1> 1番「アパートの前で女の人と男の人が話しています」「男の人は何曜日にゴミを出しますか?」 ちょっと、今日はそのゴミを出す日じゃありませんよ。え、でも火曜日がゴミの日だと聞いたんですが。今日は瓶や缶を出す日ですから、それ以外のゴミは出せませんよ。そうですか。すみません。こういう燃えるゴミはいつ出せばいいんでしょうか。毎週月曜日と木曜日に出せますよ。わかりました。じゃあ、明後日出します。 男の人は何曜日にゴミを出しますか 2>, 2番ニュースでアナウンサーが話していますアナウンサーは この動物園はどんなところだと言っていますか今日は桜動物園に来ています。 この動物園はいつもお客さんでいっぱいです。ここでは小さい動物に直接触ったり餌をやったりすることができるので親子で来ることが多いそうです。動物園はあまり広くないですし動物の数も多くありませんがこのように動物に近づくことができるのが人気の理由です。桜駅からバスで10分ととても近いので 皆さんもぜひ来てくださいアナウンサーは「この動物園はどんなところだ」と言っていますか 3番大学で女の学生と男の学生が話しています。男の学生はこれから何をしますか 今度のパーティーいつがいいかなそうだねそろそろ決めなくちゃねこれからみんなに連絡して参加できる日を聞いてみるよありがとう店はどこがいいかなあいい店があった美味しいし値段も安かったと思うへえ。じゃあそこにしようそうねじゃあ日にちが決まったら店の予約は私がするねオッケー。じゃあまた連絡するよ 男の学生はこれから何をしますか4番会社で男の人と女の人が話しています男の人は どうして会議の時間を変えてほしいと言っていますかすみません。 来週の会議ですが、6時からではなくて、6時半からに変えることはできませんかえ、どうしてですか6時だと、広い会議室が空いていなくて予約できなかったんです。6時半からなら空いているそうですが。そうですかああ。あと、もう少し狭い会議室なら、6時から空いているそうです。うーん、でも人数も多いですし。 やっぱり広い会議室の方がいいでしょうじゃあ時間を変えましょうはいわかりました男の人はどうして会議の時間を変えてほしいと言っていますか 5番「大学で先生が話しています」「レポートはどうやって出さなければなりませんか?」 えー、この授業のレポートですが来週の金曜日までに出してください。私の研究室の前に箱を置いておきますからレポートはそこに入れるように。郵便や E メールで送ってきたり直接私に渡したりしないようにしてください。それから時々レポートが間に合わなかった学生が研究室に相談に来ることがありますが。 それもダメですレポートはどうやって出さなければなりませんか六番。 電話で女の人と男の人が話しています。男の人はどうして電話をしましたか あ鈴木だけどもう着いたうん今駅にいるんだけど事故があったみたいで電車がなかなか来ないんだそれで少し遅れそうなんだごめんわかった何時ごろ来られそうそれがまだわからないんだでもできるだけ早くそっちに行くからもう少し待っててくれないわかった気をつけてね。 男の人はどうして電話をしましたか七番大学で女の学生と男の留学生が話しています 男の留学生は大学を卒業したら何をするつもりですか もうすぐ4年生ですね。カルロスさんは卒業したら何をする予定ですかそうですね。前は卒業したら国へ帰って働くつもりでしたが今はもう少し日本にいて勉強を続けたいと思っていますそうですかこの前両親に相談しましたが両親もそれでいいと言ってくれましたよかったですね。ところで、 田中さんはどうするんですか私は東京で働きたいと思っています今度東京の会社の試験を受けるつもりですそうですか早く決まるといいですね頑張ってください男の留学生は大学を卒業したら何をするつもりですか ここで、ちょっと休みましょう。 ではまた続けます問題3問題3では絵を見ながら質問を聞いてください矢印の人は何と言いますかかかららの中から 一番いいものを一つ選んでください。では練習しましょう。例<い>久しぶりに先生に会いました。何と言いますか<ち> ?1。ようこそ。2。 失礼いたしました。3お久しぶりです。一番いいものは3番です。回答用紙の問題3の例のところを見てください。一番いいものは3番ですから答えはこのように書きます。 では始めます1番 1> デパートで服を選んでいます店の人にもう少し大きいサイズの服を持ってきてほしいです何と言いますか 1, 1もう少し大きくしてください 二、2> 2もう少し大きくしたいんですが三、もう少し大きいサイズはありますか二番、友達に辞書を借りたいです。 何と言いますか 1, ?1 その辞書借りてもらえない ?2, 2その辞書貸してくれない ?3 その辞書貸してあげる。 3番、週末、一緒にコンサートに行きたいです。何と言いますか ?1、1> 週末忙しい一緒にコンサートに行かない 2>, ?2、週末時間あるコンサートに行きたいそうだよ。3、週末、 一緒にコンサートに行ってみたよ。四番。友達が風邪でアルバイトを休むと電話してきました。電話を切るとき何と言いますか？ 一、元気でね。二、お大事に。三、気をつけて。五番、先生にレポートを出すのが。 遅れたことを謝りたいです。何と言いますか 1, ?1 遅れてしまってすみませんでした。<S 2, 2 <S すみませんが少しお待ちください。3すみません、お待たせしました。 問題4問題4では絵などがありません。まず文を聞いてください。それからその返事を聞いて1から3の中から一番いいものを一つ選んでください。では 練習しましょう例 m サイズしかありませんがよろしいですか1どうぞ 2, 2結構です3かしこまりました一番いいものは2番です 解答用紙の問題4の例のところを見てください一番いいものは2番ですから答えはこのように書きますでは始めます1番 もう会議の準備は終わりましたか ?1 はい、終わりましょう。2, 2いいえ、まだ終わっていません。3いいえ、終わりませんでした。 2番、2> いつ国へ帰りますか ?1、1> いいえ、帰りませんでした。2>, 2、もうすぐ3ヶ月です。3、来月帰ります。 三番、ねえ、その写真見せてくれない一、1ええ、見せて。二、ええ、どうぞ。三、a、ええ、見てあげる。 4番。ここに荷物を置かないで。邪魔だから。1。わかった。片付けるよ。2>, 2。うんうん。まだ片付けてないよ。3。うん。片付けたかったよ。 5番、髪、伸びたね。そろそろ切ったらどう1、1> ありがとう。いいと思うよ。2>, 2、うん、切ってくれた。3、うん、そうするよ。 6番、卒業したら何をするつもりですか ?1、日本の会社で働くつもりです。2、はい、来年卒業します。3、日本の会社で働いたことがあります。 7番遅刻してすみませんでした1どういたしまして 2> 2次は気をつけてください遅刻しそうでしたね八番 京都に行ったことがありますか ?1、はい、京都にあります。2、いいえ、行きませんでした。3、はい、あります。